上松典子の人生万歳。100歳万歳の上松典子です。 NPO 法人100歳万歳生涯青春機構の星野です。早速ですが、編集長、100歳万歳の近況をお知らせください。はい、今6月号が出来上がったところなんですけども、まあ、あの6月は虫歯予防デーということで、歯を大切にということが、今回テーマでありまして、それから表紙の絵は水谷八重子さんに登場していただきました。そうですか、はい、それじゃあ早速、はい、本日のゲストを紹介してください。はい、女性初の知事として知られる前大阪府知事太田房江さんです。おはようございます。おはようございま す。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、太田さん、あの大阪府知事、女性初と日本初の女性知事ということですけども、大阪府知事になりたい、はい、なろうと思ったきっかけみたいな何かあったんですか？そうですね、あのやはりちょうど2000年だったんですけれどもね、21世紀を迎える直前、本当に21世紀になろうとしているときに、はい、女性の時代ということが少し言われました。で、私はあのその先頭に立って走るほどの能力があるかなっていうあの疑問もありましたけど、でもやっぱりやってみようと、人間チャレンジが一番というつもりで、あのお声掛けをいただいたときに、もう本当に大決断でしたけども、やってみようと思ったんです。というのも、私は長い間、今の経済産業省、はい、昔通産省と言いましたけれども、はい、そこであの経済の仕事をずっとやってきましてね、はい、日本の景気を良くするため、そして成長をずっと続けるために何をしたらいいかというのを仕事としてきた身として、大阪の経済の、まあ、なんていうか停滞っていうでしょうか、はい、それから出して大きくこう大阪をもう一度元気にするという仕事が知事にとって一番大きな仕事だということが分かったので、よし、これぞ私の人生のチャレンジだと思って立候補しました。そうですか、はい、そして見事当選して2期やられて。そうですね、本当です。皆さんも注目の的でございましたけどね、当時はね、本当にあの、この言葉がいいのかどうか分かんないですけど、7人ごぼう抜きみたいなねすごい心境でしたけれど、本当に緊張しまして、880万府民の先頭に立って仕事をするわけですから、はい、責任重大どころかね、もう本当にあのその責任に押しつぶされそうになる自分を必死でこう、なんていうんでしょうか、あの叱咤激励して毎日を暮らしていました。だから朝起きますとね、そうだ、私は知事だ、私は知事だ、しっかりしなければって毎朝自分に聞かせて。そうですか、はい、ね、それで8年2期やられてね、はいはい、あっという間でしたか？あっという間ですね。あのこの8年だけはね、私にとって本当にあの素晴らしい日々だったんですけれども、はい、素晴らしい日々っていうのはこんなに後から短く感じるものなのかっていうぐらいあっという間でした。今はあの先生は先生を大学でもってやりながら、はいはい、なおかつ、長寿安心会というお年寄りのための NPO をやってらっしゃる、はいはい、大阪支部長でいらっしゃる。そうなんです、ね、え、昔に比べたら今お年寄りが増えましたけれど、はい、これからの時代どうですかね、経済的にも今はいいですけれど、はい、どん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 若いお年寄りが若返っている、うん、だからこれからもいろいろとお仕事やるにあたって、うん、はい、ね、先生はあの今度参議院に全国比例で出られて、はい、まずお年寄りのことをお願いいたします。本当ですね、あの私が今一番好きな言葉の一つに生涯現役社会という言葉があります、うん、もう生涯現役、うん、死ぬまで世の中のために一生懸命働くっていう世の中になったら、うんうん、私は本当に日本はもっともっといい国になると信じてます。そうですね、うん、特にあのお年寄りっていう言葉がいいのかどうか分かりませんが、うん、私も還暦を過ぎましてね、うん、やっぱりいろんな知恵も経験も、うんうん、この体にいっぱい詰まってますから、 それをやはりこの日本を蘇らせるために使わない手はないじゃないかって、それみんな持ってると思うんです。それぞれに持っていらっしゃると思うので、それぞれが生涯現役社会を遂げられるように
私も政治の中に入っていって、うん、いろんな仕事をさせていただきたいなと、うん、こう熱望しています。そうですね、はい、生涯現役っていうのは NPO もそうじゃないですか。そうね、生涯現役機構という名前になってるんです。 はい、まあ、その通りですね。よかった。じゃあ長寿安心会という NPO を先ほど作られているという話を聞きましたけど、はい、これは、どういう会なんですか。これは今日の番組のタイトルそのもので、ね、人生万歳と言えるような高齢社会を作ろうということなんですね。少子高齢化っていうのはどちらかというとマイナスに捉えられがちですけれども、うん、私は日本はこれから地球上で初めて少子高齢社会でありながらみんなが元気で働いて、うん、そして生きがいが持てる、うん、こういうモデルを作らなくちゃいけないと思ってるんです。なるほど。で、私のこの活動をしております長寿安心会というのも、もう美しくかっこよく年を取ろうと、うんうん、すごい。そして楽しい老後っていうのかな、うん、成熟した本当に素晴らしい時間をみんなで作っていこう、うん、なるほど。こういうために活動している NPO 法人なんです、うん、なるほどね。はい、これは全国レベルで活動皆さんなさって、まだなかなかね、うん、NPO をなすってると、うん、同じ苦労を味わっておられると思いますけれども、はい、やはりね、活動するにはそれなりに点を打って広げていくという、ねね、そうなんです。そうなんです、うん、ですから、はい、まずは東京と大阪からということで、はい、私は大阪支部長、うん、代表は住田博子さんという弁護士さんやっていただいてるんですけど、はい、というか彼女に誘われて私も始めたんですけど、はい、彼女とは大学時代の同級生でした、ね、4年間寮に一緒に住んで同じ釜の飯を食った同い年の友人なんです。あ、なるほど、はい、あ、なんかお父さんの介護をされた経験がこの子にも詰まってるという話を聞きましたけど、うん、はい、そうなんです、うん、父もおととし亡くなったんですけれども、もう本当に私を可愛がってくれて、本当に今日の私があるのは父のおかげだと心から思ってるんですけれども、やはり晩年はいわゆる認知症で苦しみました。そして最後は病院で亡くなったんですけれども、はい、かなり長く入院してましてね、うん、2、3年でしたでしょうか。 そうですか。その間毎日母が介護に通い、はい、毎日ですとやっぱり母もくたびれてしまいますから、うん、土日は何とかと思って、はい、もう知事をやっている頃からできるだけ土日は東京で父の介護ができるように、うん、それがまたこの務めであるとも思いましたので、うん、公人ですから本当難しかったんですけれど、うん、何回か時間を作って病院に通いました。うん、大変でしたね。大変でしたけどね、やっぱり手を取ってあげるととても、ね、喜ぶし、うん、私今回政治にもう一回と思ったのもね、うん、父にほとんど分かってるかどうか分かんないぐらいに、うん、寝たっきりの状態だったんですけど、うん、私今度おじいちゃんこうしようと思うんだって言ったら、うん、その時だけ目を開けてくれましてね、頑張れって目で言ってくれた、うん、だから私はね、うん、もう一回チャレンジしてみよう、うん、やはり高齢者の方々あるいはもう若い人も含めてみんなが幸せになれる社会づくり、うん、そのためには政治が一番近道だから、うん、そう思って今回も頑張ることにしました、うん、生涯現役社会を、そうです、やろうと、やってやろうと、ね、まず自らがやらればどうするんだと。先生もあれだけど60過ぎてる、はい、とてもそう思えないぐらい若々しくて、そうですよね、本当に。でもやっぱりね、気持ちですよね。そうですね、やっぱりね、道を歩いていても、まあ、ちょっと坂道を登っても、はあ、私も歳だなと思うことはもちろんあります、はい、もちろんありますけれども、それを上回るいろんな経験をさせていただいてるんだから、うん、やっぱりあんまりそのことを考えないで、うん、いけるところまで行こう。そうだって、この番組を聞いてくださってるね、はい、お年寄りの方たちは僕たちはまだ鼻垂れ小僧ですから。そうですよね、うん、まだまだ現役の方がもういっぱいいらっしゃるんですよ、はい、そうです、うん、私はちょっと民間企業に身を置いてたんですけどね、はい、5年間、はい、
そこの CEO が84歳なんです。で、私よく、まあ、仕事の報告に行くんですけど、そうしますとね、60過ぎなんてまだひよこ、そう、うん、まだまだ太田さんこれからだ。元気出ましたね。そう、本当そうです。もう諸先輩方はね、元気でいられるから今日があるんだと、うん、ね、それをまたね、一生懸命僕たちは頑張って良くしていこうという形のことがね、非常にお年寄りにも力になるし、はい、日本のためにもいいんだというふうな考えでもって。そうですね、あの、世の中にはね、例えばあのアメリカなんかは CEO とか経営者っていうとどんどん若返っていますよね。でも私はその84歳の CEO に仕えてみて思ったんですけどね、やっぱり我々にはできない素晴らしい知恵、そして素晴らしい発想力、もう人間力ですね、これがあるなっていうことを感じましてね、やっぱりあの人間の社会っていうのはありとあらゆる年齢層の人たちの力を目いっぱい発揮できるようにすることが、国の力、地域の力、経済の力、社会保障の力、全てにつながっていくんだなっていうふうに思いました。やっぱりあの高齢者の知恵っていうのはね、やっぱりどうしても大事にみんなが思わないと、やっぱり国は発展したいっていう感じはしますよね。あの本当にその通りでしてね、あのそれぞれの年代で私もそれぞれにあのいろんな思いをしてきましたけれど、私あの知事を辞めまして5年経ってるんですね、はい、でよく5年のブランクって言われるんですけど、ブランクではなくてね、やっぱりあの民間企業で5年間過ごしたことっていうのはあの違う世界でも大いに役に立つと思う、人生に無駄はないと思うんですよね。だから、ただそういうつもりで自分が頑張らないとあの無駄ができてしまうから、1分1秒を大事に使う、そういう気持ちで毎日過ごそうというふうに思ってます。そうですよね。でもあのいい意味での無駄もね、あんまりね、やってるとね、なかなかね大変ですけどね、はい、社会的になり続けてるとね。そうそうそう、じゃあこの辺でちょっとはい、あの太田さんのリクエスト、はい、聞いてみたいと思うんですが、はい、そうですね、じゃあお願いいたします。木綿のハンカチ、はい、ね、同じ名前の太田博美さんが歌った、ね、木綿のハンカチ、懐かしいですね、はい、聞いてみましょう。懐かしいです、はい、お願いします、この歌のいいです、ね、にしたという何か思い出みたいのがあるんですか？そうですね、私はあの1975年昭和50年に社会人になったんですね、で私は広島生まれで、愛知県で高校卒業して、だんだんこう登場してきて、それであの東京で就職をしたと、この歌にね、なんとなくもうこれ男女は逆転してますけれども、あの自分の人生が重なっているような気がしまして、それぞれのふるさとに本当にあの仲のいい初恋の人もいましたし、そうするとそういうのを思い出してほろっとこうしたり、それからやっぱりあのちょうどねカラオケが流行り始めたことで、あのこの歌ギュッとこう高くなるところでね、いい声が出ると結構気持ちいいんですよ。で、あの持ち歌にしてます。そうですか、はい、ですか、もう明るい方ですね、本当に、本当ですね、それだけが取り柄。いやいや、もう大変なもんですよ、それは、ね、議員になられる予定だっていうか、でしょうけども、これからやりたいことって、議員になってやりたいことってどんなことをやっていきたいなと思ってますか？その前に統制しなきゃいけないんですけどね。ぜひ頑張って、あの世の中のためになることをやりたいなと思うんですけど、いっぱいあるんです、いっぱいあるんですけどね、やっぱり私はあの再起ができる、みんながね、あの生きがいを持てるっていうのは再起ができて希望が持てる社会だと思うんですよね。さっき私5年のブランクがあったって言いましたけれども、それで今回の再チャレンジができるっていうのは私にとっては本当にあの幸せなことだったと思います、女性でもシニアでも誰でももう一度チャレンジができる、再起ができる、そういう社会はやっぱり私はあの明るい未来に希望の持てる社会そのものになる、絶対にあのそういう社会を作りたい、そのためにはやっぱりあの産業
がしっかりしないといけないし、うん、雇用の場がないといけないし、うん、またしっかりした教育も、うん、施していかなきゃいけないし、そのためになることはすべて私の力を持てる力を全部使って頑張っていきたいと思います、うんうん、生涯現役社会だから、はいはいね、もう絶対当選して頑張ってもらいたいですねありがとうございます。皆さんの応援応援してきちっと ね、はい、ね応援していきましょう、ね、私たちみんなでこれを聞いてるお年寄りもよろしくお願いします、うん、という形でね本当にね、これからの少子高齢社会、うん、日本の本当にニューモデル、うん、作りたいですよね、うん、女性がね政治の世界ってね、はい、トップに立つとね平和でいいですよ。そうですよね、うん、男はねちょっと闘争しがいやいやそうですよねっていうと男性の方に叱られそうなんですけれど、うん、女性がもう少し政治の世界にもね、うん、進出をすればなんていうんでしょうか、バランスの取れた、うん、優しい政治にもつながっていくんじゃないかなと思います。日本で初の知事になったんだから、はい、今度は日本で初のね、はい、総理大臣か、ね、ちょっとアイム総理で、まあ、この辺であとは太田さんは戦争の経験はないでしょうけれど、はい、お父様は国鉄マン、はいねはい、でお母様と一緒にいて、はい、お話なんか戦争体験という時には聞いてらっしゃいますか。もちろん聞いております。そうですか。父も母もそれぞれ兄を戦死という形で亡くしておりますし、やはりその墓参りも私ついて参っていますから、うん、やはり戦争は決して遠いものではなくて、うん、私にとっては身近な悲劇だったなって思います、うんうん、特に広島県で生まれてますので、うん、母は8月6日のことをしっかり覚えてます、うん、そうですか。いかに平和が大事か、うんそして自分の国を守ることが大事かというのは両親にしっかり教わってきました、うんうん、そうですね、はい、ですか。じゃあこの辺でそろそろ次の世代の若者に物申すっちゃ変なんですけども、ねうん、ぜひ、若者に活を入れてもらいたいっていうか、うん、そうですね。ちょっと物申したいですよね、はい、目上の人って言葉がありますけどね、うん、やっぱりお年寄りというか高齢者というよりは目上の人を大事にして、うん、そしてその知恵を大いに引き出してこれからの世の中のために使ってもらいたいというふうに思いますね、うん、すごく時代の流れが急なのでそれぞれの価値観が随分違うんですけれどもその間でコミュニケーションができないと、うん、絶対国は良くならないと思うんです、うんうん、ですからやはり若い人たちには目上の人を大事にする気持ちを持ってもらいたい、うん、でまた逆に我々は若者に対して言うべきことは言うと、うん、いうことに持っていきたいなと、うん、心から思います。若者が目上の人を大事にするというお話今ありましたけど、うんはい、なかなか目上の人と接することがないっていうのも日本の今の現状じゃないでしょうか。そうですね。核家族社会になって、うん、まあ大家族で住むことが少なくなって、うん、おじいちゃんおばあちゃんが家にいない、うんだから仕方のない面もあるんですけれども、うん、これから少子高齢社会をどういう形にしていくかという上で、うん、地域が、うんあるいはこういう NPO でもいいんですけれども、うんうん、そういうところが年齢の高にかかわらず交流を生んでいく、うん、そうそうそう新しい場になっていく、うん、そうそうそう新しいそういう交流の場を作っていくということが今大変大事だと思いますね、うんうん、若い人もね僕たちが思っているほどね、はい、きちっとね、はい、物事を考えてやっていらっしゃるから、はい、先生が言った交流の場ですよね、はい、そうです。それでコミュニケーションを取ってね、行かなくちゃね。マンションでもよく年齢層をこう、ねうん、きちんと混じらせるようにして中庭でおじいちゃんおばあちゃんと子どもたちが一緒に遊ぶっていうのは工夫してるところありますよね、うん、あらゆる場面でそういう工夫が進めば、うん、随分とこうコミュニケーションがスムーズになるんじゃないでしょうか、ねはい、で私たち高齢のものも若者に尊敬されるような大人になっていかなくちゃいけないというふうに思いますね。本当にちょっと耳の痛い話です。自分で年取ったと思ってないんですよ。そうですね本当に、時々自分で
今度の誕生日いくつって思うと昔はそういう年になるとは思わなかったな。そう、わかりました。今後頑張ってください、はい、応援させていただきま す。本当に頑張っていただきたいというふうに思います、はい、同じ女性としても ね頑張っていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。また改めて今日のゲストもご紹介して、はい、今日のゲストは女性初の、知事としてご活躍なさいました前大阪府知事太田夫妻さんでした。私は、お相手は100歳万歳の上松紀子と NPO 法人100歳万歳生涯青春機構の星野でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。